皆さん、こんにちは、マーティーン。では、のみ屋クーボーイ、キングトクです。サザエさんに出てくるあの若めのあの友達とは言えないが、ホ川カワ君知ってますか実は、兵に落書きというか、この後ができて、そういう人の形になって、実はホ川カワ君兄弟がいるというのは嘘です。はい。実はその兵の名前を平吉と呼んで、キャッチボーイをして遊んで、こりゃバカバカですね。バカバカしい話でございます。はい。 あとは、堀川かくんあるあるは、ワカメちゃんの名前、ひよこの名前をワカメちゃん、カタカナでは同じなので、ひらがなの名前で、あの、同じワカメちゃんの中になったそうです。ひよこがきっかけにね、はい。あとは、カツオ兄ちゃんに対しては赤い糸で結ばれているよう、その後、はい。花沢さんの話、白い糸で結ばれるはおかしすぎますよ、うん、将来、ろくな糸になれないんですよ。あとは、花沢不動産のところで、あの、ビラ配りした時本当に儲かいね、って言って、その後、波平に説教されたんですね、はい。 その、ナミヘイの写真は欲しいと、実は、サザエさんのお父さん、ナミヘイさんを愛している方でございます。小池川くん。いやー、お茶目すぎます。以上です。バイバイ。